はい、じゃあ始めたいと思います。自分で練習する方法ね、肩はね、もう中指を使いますね。中指と人差し指と薬指のこの3指ね、3本の指を使ってでやるんですけども、こうね、まずはこの牽制の効かす方ね、牽制、ここにある牽制の効かす方、前に落としてください。第7頸椎とこの肩峰ね、こういうふうに肩甲骨はね、肩峰ねの結んだ大体真ん中で、ここ結んだ、ずーっと結んだ大体真ん中あたり、ここにあるんですよ。でここの取り方なんですけども、もうあの自分のこの手でぐーっと中指のここに当てて、前後にまずこう揺らします。こう揺らして、あ、ここだなと思ったら今度こう横にも動かす、でぐるぐると回してツーンと効かせると。はい、ヤフェイさんやってみてください。この時にね、手をね、もっとねこう立てた方がいいですね。こうやってね、こういう感じで、こういう感じで立ててやった方がいいと思います。でそこで止める、痛いよねっていう感じで自分でこう効かせられるでしょ。で今度は肩外湯の方をね、やっていただきたいと思います。肩外湯はこう肩甲骨がこうあってね、肩甲骨がこうあって、この辺です、上角のこの辺りで、こう動かすと取れます。こういうふうにだから上角を見つけて、そこの横のところでこうやる感じ、肩甲骨のへりのところでね。なのではい、でこうして肩甲骨の上角を見つけて、そこの横に置く、ここを見つけて横に置く、ここねに置いてこう動かす。でこっちにもこうしてゴリッとしたとこで効かせる。でこの時に片手だけでやってると疲れるから、こう支えてあげるといいと思うね。こうやってね、うん、そうそうこっちで引きながらでもこうやってできるから痛いでしょ、ここ痛いですね。痛いでしょ。でそこで一番効くとこで止めて、中指でこう鍵状にすることが、こうね、手をこう鍵状に、そうするとズーンってやれるから、引っ掛けて捉えて、ここで下げるとずっと効かせられる。まあこれで牽制と肩外湯やりましょう。これで肩ちょっと楽になるのね。で次ね、この棘とね、この肩甲棘とこの肩甲棘のこの上の棘上筋、あとは肩甲棘の下の棘下筋のこのへりというか、この棘下下ね、棘上下棘下下っていうのがあるんだけど、ここのちょうどここね、極炎ってツボがあります。ここをね、効かせられるとまたね、いいですね。あとはそこからの並びで極上筋も一緒にやっていくといいと思います。で、これも、はい、もう一回。こうして、まず極を探すんです。ここにあるんですけどね、スーッと筋が。それをまず探してみる。こうやって。ああ、極があるなと。こうね。ああ、極。ああ、極。ああ、極があるなと。で、肩甲極の上。肩甲骨の内側から上がったところ、ここのところに極炎があります。こういう感じで、これどうですか？これですか、ね、これツンとするやつがあるんですよ。これを探すと、ちょっとやってみて。ほんと根元の方だね。痛いでしょ、これ、うん、これを取ってあげる。でこれをやりながら、この極のラインをこう探ってあげる。こう探ってあげる。こうやって効かせてあげる、この極上筋ね。そうするとここで極と鎖骨がこういうふうにぶつかってこうなってるところあるから、そこのところまでこうやる。もうこれ以上いかないからね、ここまでやってあげるって感じ。ちょっとやってみて。よいしょ。極のガイドに、うん、そうすると極の上をガイドにしながらこうやっていくと、そうするとこの中の筋肉がゴリッとしたのがあるので、ここを捉えてあげる。もうちょっと鍵状にした方が、ね、入りやすい。こうした、うん、こう、そうこういう感じでね、こういう感じにしてこうやる。痛いでしょ。分かるでしょ。これこの極上筋奥の、あ、ここなのかって、この感じね、効くでしょ。束感がなんか、そう、筋肉の束感感じるでしょ、うん、こうやって、ああ、とこのもっと極の側の際のとこでもこうやってみたりとか、もうちょっとこの真ん中の方っていうかね、
曲面をこう聞かせてあげるとツンとこうねクッと差し込んでこう動かしてあげると一番グーッとくるとかあツンとくるとかあります。ほんと根元のとこね、ほんと根元のさここのさここのとこね、ここツンとくるとかあるんですよね。ね、ほんで曲上筋やりました。そしたら次は曲下下ここまではね届くんだよね、指でこうなってる、ここね、ここも結構効かせどころ、このラインね、こんなにえぐれてるから。でここに、はい、もう一回手こっちいいですか。まず曲下下が内側から上がったところ、曲の下だからここだよね、ここも引っ掛ける感じでグッとで、こうするとこう効かせる、こうですね、こうしてこうちょっとクッと入れる感じでこうやってると、わかりやすいですねこれ、わかりやすいでしょこう引っ掛けるこうね、こういう感じでこうあここか曲の下で、ここやりましたと。であとはね、転送もねできますので、転送ね、転送ちゃん、転送ちゃんはもうこういう風に、まあ曲、まあね、これは僕が作った模型なんだけど、曲下筋のこのへりのところにある曲下筋だね曲下筋のこの外へりね、この外側からストンと上がったところのこの辺り、まあ大体肩峰と下顎を結んだ大体真ん中あたりで高圧を入れるって感じね、こっち向きにね圧をこう入れるんだけど、取り方はですね、下からこうグッと入れて、でここにあるんだね、こう指の先でこうコリンコリンと捉えます。そんでここ引っ掛けて、この骨と筋肉の隙間に入れて、こうグッとこう自分でこうこうやる感じ、こうグッとグッとこうグッと入れてる感じ、グッとグッとこれでも自分でもね、そうできます。いや、こういう感じですね。こういうふうにあったら、もう一回言って。こうして、ここに、ここをこう捉えるって感じ。こうやって。こうやって。こういう感じで、こう、筋肉と骨の隙間に、クッと入れる感じね。イメージ的には。これやってみてください。捉えられました。逆に横にしてみる。あ、これはあんま効かないな。あ、これだなみたいなね、そういう自主練習自分でもできます。自分の体で自分で聞かせてる感と聞かされ感を練習するので、楽にもなるし、いいでしょ。で、人がいたらこうやってね、それを意識してこうやってあげると、牽制やって曲上筋やって、まあ肩注意もできるけどね、牽制やって肩外やって、で曲上筋やって曲下筋やって、で転送と、あとここの口角とかもね、なんとなく触れるけどね、だいたい上角と下角のだいたい真ん中あたりのここにあるんです、ここに、これどうですか、ここ、これね、ここもこう、まあグーガマッと、本当にこう君硬いな体こうやってやると結構届くんですよ、ほんとギリギリだけどね、逆に疲れちゃうからあんまりやらなくてもいいけど、うん、まあそんな感じで、やれますよっていうことですね。いや、届かないかな、ちょっと今度はこっちでこうやってみたら、こうしてここのとこまで届かない、これ、あ、そうこういう感じでね、やればなんとなく触れるかなって感じ。あ、痛いですね、やっぱ痛いでしょ、そうそんな感じ、こういうふうに、自分で練習する方法もありますよっていうことです。はい、以上となります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。この感覚を本当何度もね、こう練習していただくといいと思いますね。1,2,3でこういう感じ。この瞬間聞いてますよね。この瞬間。うん、その後のこの施術の中で練習っていうかね、勉強できるようになってきますから。